第5試合ミートアゲイン1994自由なる戦いシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー FMW 140パウンド工藤めぐみ、赤コーナー160パウンドインフェルナルカボール、レフェリーチャーリー東。今日の第5試合ミートアゲイン1994自由なる戦い30分一本勝負、インフェルナルカオル対 FMW 工藤めぐみの対戦です。そしてこの試合のゲスト解説には福岡光選手にお越しいただきました。福岡選手よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。まずは福岡さん、はい、先日行われました JWP のですね、はいはい、ボディヒートトーメント優勝、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にですね素晴らしいですね、はい、活躍ぶり。そうですか、いやもっともっとでも頑張らなきゃいけないと自分では思ってます。そうですか、はい、今日はたくさん喋ってくださいね。はい、はい、さあこのミートアゲインということなんですが8年ぶりですか、ね、両者が相対しますが2人とも昭和61年入門で、はいはい、まあ、同期にはジョコング、はい、ね、バイソン木村、はい、あと誰ですか、これ工藤選手、薫選手、うん、天田レイブン選手、はい、高橋美香選手、なんかいますよね、まあ、非常にあの女子プロが盛り上がっていた時のですね、はい、新人オーディションにもたくさんきっと来たでしょうね、うん、その時の、はいはい、選手たちです。2人同期でこの一応というか昭和61年組というのは割とずっと芽が出ない時期がずっと続いたりなんかして、はい、どうなのかななんていうのがありましたけれども、はい、まあ、アジャコングバイソン木村のジャングルジャックなんかこうトップ取るありまして、はい、まあ、これはあの今インフェルノは変わるですけど前田薫選手、はい、そしてまあ高橋美香選手のハニーウィングス、はい、まあ、全日本タッグのベルト取ったりとかですね、うん、でまあ、それから一度引退して FMW でこの工藤選手、はい、山田レイブ選手、今コンバットトイレ選手ですね、はい、とかいろいろこうで、まあ、こうカオル選手もユニバーサルに転じてルチャドーラーになって、はい、まあ、今 JWP や全場に出たりとか、まあ、フリーとして活躍していると、いろいろこうルテンの人生というかですね、いろんなプロレス人生歩んでる人たちがですね、はい、結構多いんですよね。そうですね、そして久々にこの前場マットに上がった工藤めぐみとインフェルナル薫ということです。これ思い入れというかお互いにこの試合に対する、うん、はい、まあ、シングルで同期でやるというのはね、はい、気持ちやっぱり違うと思うんですよね。なるほどね、福岡さんもあれでしょ、斉藤澄子さん引退しましたけれども、はい、あれ同期でやった試合というのは、うん、お互いね、やっぱりそう、あの思い入れってありますよね。お互いもちろん勝敗としても負けたくないだろうし、うん、内容も2人でやるんだから他の人たちがやるよりもいい試合だよね。特別に、うん、そう思います。やった方がいいなっていうのがありますしね。これは薫選手もなんか先日後楽園前場の後楽園の試合で今度のこの、工藤めぐみ戦は、はい、去年のね両国で12月に両国で薫対薫じゃない工藤めぐみ対アジャコングの名勝負があったんですけれども、はい、このやっぱり同期対決ということでそれに負けないような名勝負をね今日は作りたいなんていうのを、うん、話していましたけどね、まあ、あの時には本当にベストバウトというね、評価もありましたね、はい、去年12月のね両国技館、はい、アジアと、まあ、工藤めぐみにとってはこれベストバウトじゃないかなというのが、ね、ありまして、はい、すごいあの重みのある試合だったんですよ、これはまあいい意味でも重みのある、はい、まあ、天童源一郎対長州力みたいなああいうなかなかベテランというかですね、重みのある試合はなかなか女子じゃ難しいんですね、はい、こう飛んで跳ねたりという試合は結構まあ誰でも若いですから、うん、スピード感あふれる試合をやるんですけど、はい、重みがあってねこう伝わってくる試合っていうのは難しくてね、去年あのこの8月のね、はい、武道館で、ベストシングルバウト取ったアジア対関西なんていうのもまあ重みのあるいい試合でありましたけどね、なかなかそういう試合はできないんだけども12月の両国でやったのはやっぱりさすが同期だけあって、心と心がねぶつかり合ったり通じ合ったり、はい、でそういういい試合が、ね、名勝負を生まれたというケースでしたよね。今日もそれをそのところをちょっと期待したい部分はありますけれどもね、はい、さあそしてこの工藤と薫との同期対決はどんな展開になっていくんでありましょうか。今日2人ともなんか黒を基調とした渋い水着しますね。そしてあの試合展開もですね、はい、割とじっくりと言ってますね、まあ地味なと言いましょうか、はい、じっくりいく試合展開になっています序盤戦です、
これ福岡さん水着工藤さんのやつなんかすごくいいですね。いいです ね、あの似合ってますね。ね、福岡選手もちょっとこう似たようなやつね、これピンク色入ってないけれども黒いやつも持ってますけど、感じとしては似た感じで、はい、遠目に見たら福岡さんに混じって、すいません。でもシューズが似てますね。ただこのファイトスタイルがね、はい、まあ、工藤恵美 FMW でね、ラフバウトというか、結構激しさを全面に出した試合をやってましてね。さあその激しさが出てまいりましたね、両者。カオルはちょっと、まあ、ルチャドーラということでね、はい、空中技を主体にやってますんで、その辺も、ある意味のぶつかり合い、その辺がどうなるかっていうね。ルチャドール、これはメキシコでは自由の戦いと、自由なる戦いという意味合いがあるそうですが、はい、まあ、その言葉がそのまま今日のサブタイトルにもついているわけなんですが、ミートアゲン1994自由なる戦い、スリーパーに決めていくカオルです。まあ、同期であるがゆえに自由にお互いにできるだろうという意味も含めて自由なる戦いというネーミングがありますよね。うん、本当に8年ぶりの全長マッチと登場ということで、で対決ということで、はいはい、まあ、お互い思い出も非常にあると思うんですけれどもね、どんな気持ちで両者戦っているんでしょうか。はい、確かにじっくりいってますね。ダブルアームに投げていった、落ち着いた、本当に落ち着いた試合展開ですね。福岡さん、これカオル選手とはやってますよね。はい、対戦はまだなくて、京都でうちの試合で、はい、カオルさんと組ませてもらって、はい、デビル尾崎、デビルさん尾崎さんとタッグでやりました。どうでした、こう組んでみて。すごい、自分もそういうムーンサルト飛んだりとか、カオルさんも同じ技ありますよね。そういう意味でなんかなんていうかな、決して自分はそういうルチャドーラってほど飛んだりばっかりじゃないんですけど、組んでて組みやすかったし、また組みたいなっていうのと、でもまだ対戦がないんで、ちょっとシングルでも対戦してみたいなって。そうですね、はい、カオル選手もね、以前 JWP 上がる前は、いろいろ福岡選手とかキャンディー選手とかね、はい、なかなかいい試合できそうなんじゃないかなと話してましたけどね。そう、キャリアで言ったら結構すごい上、はい、アジャさんとかね、はいはい、一緒だからすごい上の人なんですけど、はい、結構もしかしたらやったら面白い試合生まれるんじゃないかなって、ね、うん、タッグチームとしてはね、これインフェルナルカオル福岡光っていうのは、はい、ムーンサルトプレス 1-2 を争うのはその 1-2 ですからね。そうです ね、どっちが1でしょうか。そうですね、自分で言ってます。 1-2 を争う 1-2 ですから、ムーンサルト合戦なんていうのはね、タッグで面白かったと思いますけれども、ね、さあ、なんか珍しい、なんかバックブリーカーにちょっと変形です ね足を固めてますね。力技いってますね、レジの技みたいね、レジラックみたいな、似てますね、はい、後ろに投げていった。割と最近使い始めて、始めてるらしいですよ、このバックブリーカーは。この技決まりますね。ダメージはどうでしょう、工藤めぐみ。そしてボストンクラブ、いや、大技の連発になかなかいかないという展開ですが、ただし、まあ、カオル選手の場合はこれ、はい、マスクウーマン、はい、覆面つけてますよね。表情とかそれの感情がちょっと伝わりにくいのはちょっと逆に惜しい部分はまあありますけどね。工藤さんの方はもう顔は ね、表情がよく、はい、福岡さんなんかもよく試合中の表情がよく伝わる方だし、そうですか、そういう部分ではね、マスクマンはやっぱり、まあ、謎を秘めているという部分がなかなかミステリアスですけれども、これカンパーナのリバースですね。リバースのカンパーナですね。変わった技ですね、日本人初のルチャドールとなった、まあ、女性ルチャドールとなったカオルです。多彩な技を繰り出してきます。先ほど工藤選手のですね、重みのある技といいますか戦い方というお話もありましたが、脱ピュアハード宣言をした福岡光選手としては、はい、ご自分でやはり我々なんか見てるとですね、やはり重みが出てきたなという気がするんですが、ご自分でどうでしょうか。そうですね、前よりは出てきたかもしれないんですよね、はい、そういう気持ちの面でそう遠慮がなくなってきたりとか、はい、そういうものっていうのが全てそういうリングで現れると思うんですけど、まだでもそこで今の段階で満足しちゃいけないと思うから、もっともっと前へ前へですけど明日なき追求を続けていかなくてはいけないと、はい、いうことですよね。そうですね。さあ工藤が吠えるぞ。